あー、決まっとる。はしぐい岩に来ました。ゆきちゃん、準備完了です。おー、すごい。だいぶいいスポットに来ました。向こうに見えるのが那智の滝です。おはようございます。おはようございます。今日は寒いですね。今日はあったかいもの行きましょう。朝ごはんはおでんの残り汁です。ファイヤー。今日は非常に寒い。鼻で行くとやって鼻でただ昼間はおそらく暖かくなると思われます。昨日買ってきたたこ焼きですね。投入いたします。はい。なるべくポチャンポチャン言わないように残しておいてもしゃあないので。全部いっちゃいい。はい、出来上がってきました。見よ、まるでタコがおでんの汁に浮いてるようだ。そのまんまや。そろそろいただきます。はい。あっち OK でございます。あー、あったかそう。冬の朝にぴったりの朝飯でございます。ほっかほかでございます。おいしい。うん、ちゃんとたこ焼きはたこ焼きの味をしてくれてるよ。お粗末でした。はい、お掃除します。掃除をしている間に昨日買っておいた洋菓子アソートですね。これをちょっといただきたいと思います。はい。皆さん、こちらご存知でしょうか。チョコ&クッキーですね。子供の頃よく食べました。これの端っこから食べるっていうことをよくやりましたよね。端っこから食べるっていうのはやった。で、チョコの美味しい部分を残すっていうのはやった。今回2泊させていただいたのがこちらの道の駅太一さんです。見て、かわいい。郵便ポストにイルカちゃんがいる。なんかすぐ後ろに、これ川なのかな？川か海かわからんな。ねえ。なんかとにかく綺麗な水が流れてて、うん、自然豊かな感じのところです。こうやってテラス席があるのでね、ワンちゃんとかここで一緒にご飯は食べれるかもしれない。トイレはとにかく綺麗でした。そのトイレがここに決めた最大の理由ですね。そう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 。はい、じゃあちょっと建物の中行ってみましょう。こちら側が食堂というかお食事できます。今はモーニングだけですね。あなたの好きなおばきあるよ。200円。これおつまみ最高です。すごく美味しいです。アジ150円。安っ。え、1匹50円だよ。朝どれだしそう。ねえ、1200円だって。これ50センチぐらいあるよ。ねえ、何も一食ぐらい食えそうなんですよ。しかも半額とかになってる。半額で140円だね、これね。うん。あ、クジラの茹で物ってこれ何？このまま食べれたんだよ。ポン酢や醤油、酢味噌でお召し上がりください。360円。これおつまみで最高やな、これ。ねえ、しまったね。ちょっとここら辺、大市町ってさ、物価が崩壊しとるよね。そうだね。昨日スーパー行く必要なかったな。ね、早めにここ来てくれ買えばよかったな。ね、知らんかったからね。うん、ここはもう見とけばよかったね、もっと早く。ね、あー、かわいい。オリジナル T シャツとかもかわいいね。あれを着て、クジラの博物館行ったら喜ばれるね。イルカさん。イルカさん。はい。おー、クジラ。おー、クジラの尻尾。それとなんか、ね、あそこにかっこいい人がいる。おー、すごい。あれ、クジラに槍を刺そうとしてないか、あれ。多分。ねえ。クジラ漁してる人だね。リサーチって書いてある。リサーチ？リサーチ。何が？船？うん。はい、そしてこちら、クジラの博物館到着です。はい、朝は凍えるように寒かったですが、今は大丈夫そうです。ポカポカ暖かい日になるでしょう。はい、では行きましょう。では準備も整いましたので、クジラの博物館行ってみたいと思います。はい、行ってきましょう。大きなクジラの絵が描いてありますね。はい。すみません、大人二人でお願いします。ありがとうございます。下に下ろせないようにご協力ください。はい、わかりました。はい。中型犬、大型犬はダメです。小型犬のみ。抱っこで OK。今何分ですかね。10時18分だから、まずはクジラショー行きましょう。はい。ちょっと全部頭回ししてクジラショー行こう。売店を通り抜けてクジラショー行きましょう。はい。シロナガスクジラ、こんなでかいよ。すごいね。これクジラの骨？ね、シロナガスクジラだってめちゃめちゃ大きいよ、ほら。このちょろんと出てるの何？腰骨？よくわからんけど。ご案内いたします。準備30分より。
クジラショーを始まるね。はい、これがクジラエリアです。さあ、ミキちゃん始まりました。どう？もう鼻水拭いてあげる。鼻水拭いてあげる。困った犬だこれな。すごい。おお、迫力あるね。おお、これ同じ個体だよね。2匹いるわけじゃないよね。あ、そうなんだ。使うね。おお、どこが出る。おお、すごいね。おお、でかい。バカでかいぞ。バカでかいぞ。これはでかい。水飛んできたやげ。あ、でもすげえすげえ。おお、はやー。おお、すげえ。おお、すごい。さようなら。あっちでも見てる。すげえ。あそこすげえ。この前さ、この後にさ、その辺遊びに来てたよね、クジラね。あ、この後に行くのがポイントじゃないだろうか、うん、クジラ博物館2としてはご協力いただきますようお願いいたします。来る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 。あいつですよ、あいつ。頭が丸いやつ。うん、うんうん、来る来る。ほら、来たんじゃない。ほら、おいで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 。ちょっと来い、お前ちょっと来い。お、近い近い近い、すごいすごいすごい。ちょっと来い、ちょっとおいで。あ、もう一回回ってくる。おい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 、おいでおいでおいで。おいで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 。いや、生まれ変わったらここのクジラになりたいですね。すみません、餌あげ体験を。はい、1つ300円に。はい、はい、ありがとうございます。お、待ってるよ、待ってるよ。はい、はい、おお、入った入った入ったでっかいね、あ、よかったね。はい、またな。あ、もう一匹来ました。あ、来ちゃった。もう一人来ました。いくよ。はい、はいよー。わー、クジラも来ちゃった。よし、行くじゃん。はい。はい。入った？入った。よかった。いろいろ寄ってきてますよ。ほら、ほら、ほら。おいでー。はい。おー、うまい、うまい。行くよ。はい。それ、はい。おー。どうですか？楽しい。面白い。あいつ、あ、あいつ歩いてきた。あいつ、あいつ。ほら、歩いてきた、歩いてきた。ちょっと見せてみ、手で。いる？ほら、寄ってきた。いるって言ってる。ほいって、ちょっとその辺置いてみ。おお、かわいそうに。もう一回あげる？いる？おお、よかったですね。いくよ。それ。おお。あ、これでもう最後だ。それ。君ちょっと鈍いよ。はい、楽しかった。これは海なんだよね。あそこで一応区切られてはいるけど海ですね。うん、ね、天然の海を使ってプール？イルカはとかクジラはそのまま海にいる感じで。まあ楽しそうに跳ねてますね。うん。お、楽しそうだね。そうだね。うん、あそこでカヤックやってる方がいますね。イルカが群れてる。あ、楽しそうだね。そうだね。めっちゃ近いね。うん、あれがね、1000円でできるらしいんですよね。うん、いいね。ちょっとね、こいつがいるんでな。こいつがいるちょっと危険なのでやめときますけども。うん、あれは一人こいで一人餌をやるみたいな、そういう体制なの。なのかな。ね、はい、ということでタイジマリナユーミン入ってみます。はい、水族館みたいなところですね。うんだね。おー、綺麗。おー、すごい。ちょっと上見て歩くと平行感覚がすごい。おー、すげー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 。おーい、あいつ目つぶってるけど見えてるかな。見えてるね。お、見えてる見えてる。おー、すごい。こいつ見えてる。ほら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 。おー、はい。映されてるの知ってる。こいつもしかしてね、知ってるでしょ、この人。結構強いですよ。おー、おー、よーよー。
おみんな浮かんでる一部のやつだけ遊んでて他は、うん、ほらあいつらみたいにねサボってやがるさっきの水槽のトンネルの子たちがここにいるんだ。これがトンネルの上の方なんだね。そうだね。あいつとかあいつ良かったですよね。多分ねあの辺の2頭はねずっとあそこにいる、うん、サボってたやつやなあいつらな下から見た時もあいつらはあそこにいた。あそこにいたあそこで餌やりしたところですね、うん、あれがクジラショーのプールですね、うん、でその向こうにイルカショーのプールですね、うんうんうん、はいこんな素晴らしいところです。はい、では我々はイルカショーの場所取りに行きます。お始まるぞこれ。おお。そしてこの辺で跳ねて。お、来るぞ。おお。やだな。昔。ね、潜ってや。潜ってなっちゃい。見たわね。お、めっちゃ速いな。すごいな。これね、これ、これですよ。おお。おおすげえ。おおさよなら。さよなら。ちゃんと触ってくださいちゃんと触ってください。はい、ありがとうございました。とても楽しかったです。非常に良かったです。はい、ということでもうお昼なのでお昼ご飯をどこかで調達したいと思います。なので今から行くのが道の駅紀宝町ウミガメ公園、およそ29キロ38分に着く予定です。そこに道の駅なんだけどもなんかウミガメのちょっとした水族館的なものもあるみたいなので行ってみます。巨大なカメがいるよいしょ。結構混んでない。はい、では到着しました。道の駅紀宝町ウミガメ公園ですね。はい、ミキちゃんが一番嫌だっていうのについてきました。いつもはね動かさないでくれって言ってるのにね、うん、今はどうしてもついてきたいって。そういう時はねちゃんと置いてかないからね。ウミガメふれあいパーク入り口こっち。ウミガメ水族館入館無料です。ミキちゃんは入っていいんですか。こって犬抱っこで入ってもいいですか。大丈夫ですか。抱っこだったらいいそうです。本当ですか。はい本当ですか。はい、じゃあ、はい、すいませんありがとうございます。ミキちゃん、はい、どうぞ。よかった。もうちょっと暑いな、うん、あ、ここにいる。葉っぱの下、葉っぱみたいになってるけど、うん、なんていうんだっけ、またまたっていうんだっけこれ。あ、そうだ、またまた。本当だ、すげえ、またまた。見てが、おー、見て見て見て、おお、すげえ。ちょっと動いてる、あ、動いてる。またまたした。あなたは愛想振りまいてんの。うん、かわいいやつよね、唇がたらこ唇でやだ、出さないで、ミッキーちゃんも出さないでちゃんとカメが来ちゃった、ね、来ちゃった寄ってきた、ほら本当だ、でっかいの来たね。見える？ウミガメ、でっかいね。でっかいね。今の水槽、下から見れるのか。そうだね、ちょっと濁ってるな濁ってて何も見えないでもこの辺にいるね。はい、じゃあなんかちょっとつまめるものを探しに来ました。何があるかな。めはり寿司とかですね。この辺はめはり寿司が名物みたいですね。お、マグロのとろ煮ですって。こんな感じでボンレスハムみたいになってるね。美味しそうだね。ちょっと食べる感じだったらこの辺かな。揚げ餅一つ とコロッケ一つとソフトクリームのバニラワッフルで、はい、お願いします。はい、じゃあいただきます。いただきます。揚げ餅いきます。うん、お、柔らか、うん、柔らかい、いいね。このソフトクリーム美味しい。いいな、ソフトクリーム自分だけ。いいな、揚げ餅自分だけ道の駅紀宝町ウミガメ公園さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、次の目的地は道の駅花の岩屋、有名な花の岩屋神社があるところですね。14キロ19分で着きます。気をつけて行きましょう。お願いします。おー、すげー、海はすげーよ、めっちゃすげーよ。はい、世界遺産花の岩屋です。はい、日本最古の聖地。はい、ということでございます。一応道の駅がこちらなんですよね。
一応こちらが道の駅の建物らしいんだけども、ちょっと入れないので今回はやめときます。はい、じゃあ神社行きましょう。ワンちゃんについては書いてない。キーストは書いてないね、うん、すみません、この子いいですか。ありがとうございます。おおおお、世界遺産、素晴らしいですね。すごい祭神イザナミの御事さんです、うん、ということで花の岩屋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。山の頂上にも何かあるけどね、うん、今度いつかあそこに行くとより感動が深まるかもしれませんねそれ登れるんかな。花の岩屋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてあの辺に多分見えてると思うんだけど鬼ヶ城に行きます。で、その前に獅子岩というのは多分、ああ見えた、あれだ、なんかちゃうな、あれじゃないの、あれなんか人面岩に見える鼻が、鼻がピョンってやって、うん、これが人面岩でございますその隣、あ、獅子岩がこれだね。こっちだね。獅子です。捉えたかな、捉えたかな、どうかな、どうだ、どうだ熊野漁協水産物直売所、マグロ丼一杯600円、安いよね。ねえ、イクラのせいプラス300円、ご飯盛りプラス100円、シラス丼一杯500円、安いけどこれ食べたいのに。なんと今日火曜日なんで本日火曜日です海が青いぜ。真実の口がございます。あ、本当だ、鬼だ、鬼た、たがまるということで今回の旅の最終目的でございます、はいはい、ここでついに長かった旅も終わりを迎えてしまいますこちら鬼ヶ城でございます。熊野国立公園世界遺産鬼ヶ城のご案内、まあ、現在地でこの辺りを大体鬼ヶ城って言うと思うんだよね。一周回れるようなこともできるんだけども、うん、我々はどこら辺だろうな、多分この辺までしか行きません、うん、なぜかというとこっちはすごい険しい、うん、で帰ってくるのがまたすごいトンネルの中を通らなきゃいけないので、うん、まあそんな感じで行きましょう、はいはい、さっきのタガマルが住み着いてたんだって。鬼の海賊タガマルが住み着いた場所。あ、鬼ではない、鬼の海賊、鬼なんじゃない、鬼でさらに海賊、職業海賊とか、そうじゃない、どうですか、いいですね。この辺はね、まだね、うん、ああ綺麗だねって言って歩いてられるんだそうね、うん、お、トトロがいる。タガマルじゃないの、トトロじゃないのタガマルじゃないの皆さんはどう見えますか。トトロ、マミル島、鬼ヶ城の沖合約 1.5 キロの浮かぶあれだね、うん、多分地元ではマブリカと呼ばれている。マブリカ、チャッチャラチャッチャッ、パプリカな。今日はね、すごく波穏やかやな、穏やか、白波は立ってるけど穏やかなんだな。ねえ、高波注意、この地方の波は天候に関わらず急に高波が出てくるので十分注意すること、下駄及びハイヒールでの探照はしないこと、飲酒者は通行しないこと、うん、要するに危ないということでございます。危ないです。おお、この岩のゴツゴツ感すごいよ。おお、何ここ、おお、すごい、天井まで岩、すげえ、おー、せり出してるね、すごいね。で、後ろはどうですか。後ろは、後ろは海です怖い海ですね、すごいですね、うん、どこら辺まで行けるの。全然行けますね、うん、どこまで行きますか。でもそこ隙間は大丈夫やね。あの、ご自身の目で確認されたらどうでしょう。あ、いいですまあここまでにしときます、私は、はい、この旅で初めて使用しているインスタ360でございます。これでですね、私はあの上で撮っていきたいです。行くの、端っこまで行かないでね、はい、ちゃんと足元見て。これ折れそうだった、折れそうだったってなったよ5万円が飛ぶじゃん、はい、こちらですね、ケースと合わせて5万、まあ、6万ぐらいかかってるかもしれないというね、新兵器を買いました。 GoPro がもしダメな時に旅を中断しなきゃいけなくなっちゃうので、その時に、まあ、これさえあれば一応 GoPro の代わりにもなるんですよ。ちょっと使い勝手悪いけどね、今見ていただいたようなすごい映像も撮れるし、 GoPro の代わりにもなるしということで、うん、これを買っておきました。こっからは多分ね、あ、ちょっと厳しいかな、狭い、まあここまでにしとこうか。あ、危ない危ない怖い、うん、ちょっとその辺見てきます、うんうん、え、ちょっとどこまで行くの、やめて、走っちゃいかん、走っちゃいかん、やめて、あ冷えたということでしたちょっともう本当にいいって。でした
下まで行けるよ。でもちょっと遠いよ、そこまでで。岩がボコボコじゃあさよなら。ちょっともういいって、いいって、いいって。